寒いね。ちょっと出口見えないんだけど。5時になると電気が消えるんでしょ。うわぁ。いやーこれさ、今明るくて電気ついてるからいいけどさ、これね、ここ名前が見え、うわすごい、あれみたい、あの千と千尋、見て見てこれ、ほら画面で見るとうわこういうライトがついてます。でレンガ作り、めっちゃ風来る。とだね。濡れてるよ、おじめ。ピチョンとかってやつ。寒い。でも思ったより広かったな。あれ出口なのかな。誰もいない。今6時53分ぐらいで、6時じゃない、4時53分ぐらいで、5時になるとライトが消灯するということなので、急いで行って帰りたいと思います。はい、おはよう。すごいね。なんかこのトンネルはね、一回火事で焼けて、崩れちゃったのを直したらしい。あ、あっち外じゃ、思ってる短かった。よかったよかった。何キロぐらい？何キロもないでしょ。怖え。よし、異変なしと。明治だよ、明治。だいぶ前だよね。すごいな、なんか、カビみたいな、苔みたい。天井もすごい。剥がれてるのかな？なんかついてるのかな？寒いね。こんな風吹くんだね。コンクリートのトンネルっていうのは結構最近にできた技術らしくて、やっぱ明治だとこういうレンガ作りが一般的だったようです。 YouTube で言ってました。ああ出た、明るい、書いてあるね。明治宇都宮高田登録有形文化財。あ、ここは見えるよ、トンネルの名前は。歩いてるよ。人いるし大丈夫。さあ5時になりました。5時になって消灯時間です。消えないよ。消えないね。書いてあったよね。でも5時って怖いね。そう、液晶見てるから全然怖く感じないけど、何もしないで歩いてたら怖いだろうね。濡れてる。怖いな。ピチャとか言うじゃん。あ、なんか自分の影が怖い。これは、なんか後ろから追いかけてきそう。これ後ろ振り返ると逆にダメなやつじゃない？5回ぐらい振り返ってるよ。音振り返ってないもんね。バイバイ、みーちゃん。バイバイ。熊が怖いな。熊出る。出ないね。消えないね。ちょっと動画的に消えてくれた方が面白いんだけど。
すごいね、レンガでしょ、これ。どうやって天井とかやってんのかね。怖いな。子供面白いな。いや、もっと怖いと思ったな。案外普通だな。でも一人で来たら怖いんだろうな。聞こえるな。違うわ、音の夫婦がさ、静かに使えてる。文句はワークマンに言って。なんかここ線いっぱいなってたよ。シャ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 。これを人間の手で掘ったんですから。あれ、消えないね。消えないね。消えるとこ取りたいな。あら。行きは3分50秒かかったけど、今2分30秒だから、慣れたもんですね。おぉ、消えた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 。おぉ、ちょっと。もう出る前に、消えちゃったよ。落ち着いてる。おーい。めっちゃ響く。おーい。